さて今回なんですけど、ゴリゴリの宣伝会になります。といっても今回は企業案件じゃなくて、俺が主催する史上最大規模の3人チーム CS 超フラット CS の宣伝です。とここで早速皆さんに一つ問題です。今までにデュエマで開催された CS の最大規模何人でしょうか。こちら俺が観測したところによると、ハッチ CS の256チーム768人がマックスでした。で今回やる予定の超フラット CS、 なんと700チーム2100人で行います。こちら歴代でもぶっちぎりの人数で行う CS です。でなんでこの規模でやることになったかっていうと、シンプルにね、借りたところが群馬の高崎にある G メッセだったんで、まあ理論上2000人入るならまあ2000人でやろうかってなったからですね。ちなみに高崎は東京駅から新幹線で約1時間ということで、意外とアクセスはいいです。しかしながらこの超フラット CS、 今ちょっと壊滅的な問題にぶち当たってまして、この CS 最初でちょっとツイッターだけで告知してたんですよ。その結果現在のエントリー数が292と激ヤバな状況にあります。それで今ちょっと少しでも赤字額を減らすために、ちょっと512規模に縮小するかを検討してるところでして、まあ最後にこの動画で宣伝してから最終決定しようということになりました。まあだからこの動画出して1日様子見て、ちょっと埋まる気配なかったら規模510人に減らします。あ、ちなみに規模減らした場合も口実する景品一切減らしません。俺が一方的に赤字背負いますんで、参加者の皆さんは安心してご参加ください。景品減らさなくても人数規模縮小すると、机とか椅子みたいな備品代が浮くんで、ちょっとね安くなるんですよ。まあそれで少しでもちょっと赤字額は減らす予定です。ということでこの動画見てる皆さん、ぜひ友達誘って超フラットシーズ来てください。自分で言うのもあれですけど、初心者から上級者まで本当におすすめの CS です。まあただこんなこと言ったところで何がおすすめなんやって話なんで、この動画では超フラット CS のセールスポイントを話していきます。もうちゃっちゃか話したくんで、ぜひ最後までご視聴した上で超フラット CS 参加してください。それでは早速やっていきましょう。超フラット CS のここがすごい、まず一つ目が景品。本 CS 優勝商品がなんとガガガダムとガイアッシュの CS プロも各12枚セットです。まあだから3人チームなんで、均等に分けても1人当たり12枚ずつもらえる計算になります。まさに圧巻。ちなみに2位以下もかなり豪華にしてある上、予選突破チーム全員に診断3ボックス送られます。当初2000人集める予定で商品作ったんで、もうめちゃくちゃです。そして2つ目、サブイベント。超フラット CS ですね、参加した時点でサブイベントの参加チケットもらえるんですけど、当日現金でチケットの追加購入が可能になっています。そしてこのサブイベントめちゃくちゃ充実しています。まあ順番に見ていきましょう。まず1つ目、デュエマガレキバトル。こちら以前動画企画で行ったガレキ王決定戦のリメイク版になります。概要としては、うちからね数万枚のデュエマカード用意しましたんで、そこから即席でデッキ組んでもらって、その場で対戦するっていうイベントです。でこちら前回と1点だけルール変更がありまして、前回光物が全部禁止だったんですけど、今回1枚だけ光物 OK になりました。まあその方がなんかガレキデッキらしいなと思って実装したんですけど、まあなんかの間違いで、束の中にクライマックスチャオが入ってたらほぼエクストラビンになります。でちなみに組んだデッキそのままあげます。もう好きに使ってください。で今回ガレキデッキ用の安いスリーブこちらから支給するんで、ご自身でスリーブ持ってきてもらう必要はございません。しかもなんとガレキバトル参加した方4人に1人抽選でグラッツスリーブが当たります。協賛してくれたグラッツ様、本当にありがとうございます。はい、で次 DM かぶっちゃいやよ。これは公募祭でやった企画ですね。で公募祭の時は画像のようにコスト、文明、縛り要素がランダムで出てくるから、それにやったカードをホワイトボードに記入して一斉にオープンと。で被らなかった人に1ポイントって感じだったんだけど、これちょっと問題があったんですよ。まあこれ何が起こったかっていうと、ランダムでお題が出てくるから積みが発生しないように比較的緩い縛りにしたせいで、回答が全然被んなかったんですね。まあそれこそ例えばコスト5から7、火、コマンドオアドラゴンみたいなお題出た時とかも答え無限にあるじゃないですか。ってことで今回ちょっとそういうのが起こんないように、お題を完全に指定した山札をこちらで作りました。出題例としては、じゃんけんを行うカード、パワー500のクリーチャー、パック分ける能力を持つカードみたいな感じです。ちなみにカード名はフルネームじゃなくても、そのカードが識別できれば OK です。まあだから例えば巨戦士ブレイズクローだったら、ブレイズクローだけ書いとけば OK です。ご安心ください。ちなみにこちら8人1グループで対戦して5問出題するんですが、一番ポイント多かった人に1パックもらえます。まあ参加費も景品も軽くしてるんで、ぜひ気軽にご参加ください。はい、次、デュエマ学園期末試験。共通テストを受けた皆さん、お疲れ様でした。まあ、ついでにこっちのテストもどうですかってことで、筆記試験やります。こちら満点取ったら、なんと、賞状がもらえます。まあ、なんでこんな景品がしょぼいのかというと、これ下手に景品渡すと不正が起こしかねないと思いまして、まあ、景品あえて出していません。皆さん、プライドのために挑んでください。ちなみにせっかくなんで例題1個出しておきます。相手がシャンプー召喚してコスト3000円しました。で、解消ターンね、すでに自分のバトルゾーンにいたヘリコプターのメモリーを、勝ち込み入道バトラヨーガに進化して、殴ろうとしたんだけど、この勝ち込み入道バトラヨーガ攻撃することができるかできないか。はい、どっちってことで、これ正解はできます。なんでかというと、魂ドアシャッフの方が受けないからですね。ということで、まあ、試験終わった後は Twitter で点数自慢してマウント取り合ってください。はい、次、DM キーワードビンゴ。これは、瓦礫を決定戦でやった時のサブイベントで実装したビンゴゲームです。概要としては、5×5 のシートが渡されるんで、そこにお題一覧に記載されてるキーワード能力から好きな能力を好きなところに書いてください。で、書き終わったら、俺がキーワードビンゴ用の束からカードを引いて、そのカードに記載されてる能力の穴が開きます。そして、このビンゴ、1個だけ通常のビンゴと違うところがありまして、それが引いたカードが複数の能力を持っていた場合、そこの穴が一気に開きます。
まあだから例えば俺がレッドゾーンを引くと侵略とトリプルブレイカーが同時に開きます。あとはもう普通のビンゴと同じです。縦横斜め揃ったらビンゴと言ってください。ちなみにこのビンゴゲームはしっかり商品ございます。たわしからガガガのプロモまで幅広く揃えてますんで、皆さんぜひ豪華景品目指して最強のビンゴデッキ作ってみてください。でラストがサブ大会2種、3人チームで出れるリベンジチームバトルと1人で出れるチャレンジバトルですね。3人チームの方は全部で6戦やって2敗で強制ドロップ、5勝したら2箱、6勝したらガガガプロモがなんと6枚もらえます。1人で出る方は7回戦やって2敗強制ドロップ、こちらは6勝すると1ボックス、7勝するとガガガプロモが2枚もらえます。ということでもうデュエマだけを1勝やってたいって方はこの2つ出てください。というわけでまあ見ての通りサブイベントも CS とは思えないぐらい充実してます。なんならサブイベントの量だけで言うともう GP よりすごいです。というわけでぜひガチ勢からカジュアル勢まで遊びに来てください。はい、ラストセールスポイントは物販。超フラットシスでは協賛店舗による物販も充実しています。で、今回出店するのはフラット工房の他に、コンポーフ様、カードショップハッチ様、カードショップネム様ということで、計4店舗ですね。これもはや CS なのかって感じなんですけど、ぜひ来場された皆さん、超フラットシスの参加ついでにお買い物してってください。ちなみにフラット工房ではイベント時限定で販売しているオリジナルデッキケースを今回も個数限定で販売します。欲しい方ぜひこの機会にお買い求めください。というわけで、今回の動画は以上です。参加登録は概要欄から。ぜひ友達を連れて3人で CS 参加してみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。